青島くんは意地悪で、モテ男子を熱演の渡辺翔太声は、10から30代女子が選ぶ、黒髪が似合うスノーマンメンバー、第4位以下。8月9日に放送の、それスノーマンにやらせてください、TBS 系で、伝説の人気番組、東京フレンドパーク、とのコラボ企画を行ったことが大きな話題になったスノーマン。メンバーはそれぞれが個性と才能にあふれ、 キャラも立っている。アイドルなので派手な髪色にしたり、俳優の仕事もしているため、その時々で髪色を変え、ビジュアル、イメージすら激変させることもある。そこで今回は10から30代の女性100人に、黒髪が似合うスノーマンメンバーについて聞いてみた。アンケートサイト、ボイスノート調べ。第九位ントは向工事、向井孝治。 向井は今期杉野陽介主演ドラマ、マウンテンドクター、富士テレビ系で、主人公たちが行きつけの焼き鳥店のマスターを演じている。4月期には、向井がシーズン後から分析官約で出演する井原良義彦主演ドラマ、特装9シーズン7、テレビ朝日系では、爽やかな黒髪姿も印象的だった。黒髪がかっこいい24歳、女性、パートアルバイト。 第6位、2.0%は、深澤達也、渡辺翔太、安倍良平が同率でランクイン。深澤達也は、1月期に直緒と木梨憲武のダブル主演ドラマ、春になったら、富士テレビ系で、大学時代からヒロインに思いを寄せる心優しき青年役を講演していた。明るい髪よりも落ち着いて見えて好き23歳、女性総務人事事務。 渡辺翔太は今期、中村アとのダブル主演ドラマ、青島くんは意地悪。テレビ朝日系で、モテモテだが恋愛に興味がないツンデレ、辞職系男子を熱演。柔らかい雰囲気があるマッシュショートの髪型が好評だ。顔立ちが黒髪に合っていると思う、34歳、女性会社経営役員。スッキリした顔だから、32歳、女性弁護士。 天気予報士資格も持つインテリとして知られる安倍良平は今季、小芝風花主演ドラマ、ゴーホーム、警視庁身元不明に相談室、日本テレビ系で、警視庁捜査一課のエリート刑事役を、センター分けの黒髪姿で講演している。真面目なイメージがあるから、29歳、女性、金融関係。メンバーで一番似合うと思う、34歳、女性主婦、第4位。 4.0%は、佐久間大輔宮舘良太。佐久間大輔は、朝情報バラエティ番組、ラビット。TBSK に、メンバーの宮舘良太と交代で、各週火曜レギュラーとして出演中。佐久間といえば、ピンク色の髪の毛がトレードマークだが、昨年放送された同番組では、グループの主演舞台、 滝沢歌舞伎ゼロファイナルが始まるため黒髪で登場し、いつもと違うイメージが大きな話題になった。いつもはピンクとかハイトーンカラーだが、黒髪も似合うと思う23歳女性総務人事事務。可愛い顔だから余計に動顔になりそう29歳女性総務人事事務。ピンク髪より似合うと思う37歳女性営業販売。 どんな髪色でも似合う36歳女性会社経営役員。一方、宮舘涼太は1月期に小芝風花主演ドラマ大奥富士テレビ系で初の連続ドラマレギュラー出演し白川藩藩主松平定信役を開演し話題になった。休館は以前より時代劇出演を熱望しておりちょんまげはそう姿が似合うと視聴者を沸かせた。 大人っぽいイメージもあし、茶髪より黒髪という感じがする36歳女性事務職黒髪にするとより清潔感が漂ってきそう37歳女性公務員団体職員かっこいいから16歳女性学生フリーター普段から黒髪という印象なので他の明るい髪色の想像がつかない37歳 女性主婦。